はい、皆さんこんにちは、くにとこナインです。アイコンから飛び出してまいりました。リアルでは恥ずかしいのでね、ちょっとだけ持ってますがご了承ください。今後もちょいちょい出張るかもしれませんが、温かい目で見守ってやってくださいね。ということで、私は今前橋初市に来ています。平日にしては活気がありますね。さて、今回のミッションは禁じ手の全部入り姉さんスペシャルを作ってもらって、近くの超穴場食堂で実食します。今考えつきました。本来は喧嘩してしまうので合わないと言われる山椒に柚子、さらにはニンニクまで入れてしまうという喧嘩上等姉さんスペシャル。本当に喧嘩してしまうのでしょうか。今日はその姉さんスペシャルを調合してもらうところからお見せします。それでは最後までお付き合いください。じゃあ今のうちにオフレコで、はい、姉さんスペシャルの全部入り、全部入り、全部入り、これ全部入り、そう、全部入りの朝飲みだけ抜き、最初の初代の姉さんスペシャル。そんなのもやったっけ昔ね、忘れちゃったよそんなの。じゃあね、じゃあ、あの喧嘩上等、昔のね、じゃあね、これね、あの昔の姉さんスペシャル、はい、四国さぬきの名産物、こちら鷹の爪の純物に、こちらおみかんの皮をね、こちら粉末にした陳皮、磯の香りを味わいましょう。こちら江戸は東京から松葉院の青のり、埼玉県からね、こちら武州のすりごまです。これ山椒3年目の薬とね、歌に歌われました。こちら東海道朝倉山の本山椒の粉山椒に朝飲み抜いて、こちらね、焼いた焼き唐辛子が入ってね、こちらまずはね、六味唐辛子になっております、はい、こちらに風味です。こちら海苔の風味にね、こちらごまの脂肪、はい、こちらにね、じゃあね、柚子入れちゃうよ。はい、入れちゃってください。ね、どんな味かね、私は食べたことないからわかんないけどね、柚子たっぷり入れちゃいます。え、辛さは中辛、大辛、あとは中辛、ニンニクも入れんのこれ。じゃあ中辛、あとニンニクも、ニンニクも入れんだよね。禁断のね、こちらね、じゃあ姉さんスペシャル。禁じ手。禁じ手だからね、本当これ、これ本当にマジで注文しないでください。ね、ニンニクも入れてね。ジョロキアとハバネロ。ああ、そう、それでも入れちゃおうかな、もうね。でもこれはまずい、これはうまい、これはまずい、まずいところ。こちらね、じゃあね、じゃあ9ね、姉さんスペシャルです。はい、ね、全部入り、さあ全部入り、喧嘩上等、な謎の唐辛子、謎のさあ甘い辛いはお好みで調合いたします。まあね、一応ね、あのお客様ですからね、お客様が言うやつはね、お好みでね、調合いたします。さすがプロね、これ昔の姉さんスペシャル、私がなんか昔の姉さんみたいな、そんなに経ってないけどね。さあ甘い辛いはお好みで調合いたします。最初の名産物から、江戸風味、江戸土産、七色七味唐辛子でございます。こちらは一応柚子が入ってるから、じゃあこちら1500円になりますね。はい、はい、じゃあこちらね、パンパンだこれ、ね、はい、いっぱい入れてきましたね。すごい、ありがとうございます。それじゃあ実食取りに行ってきます。はい、はい、いってらっしゃいませ。さあ左右の食卓の友でございます。よし、そんなのそういえば 作りましたね。こんにちは、二人なんですけど。酒1本もらえますか。はい、失礼します。
きます。美味しかった。ごちそうさまでした。よく食べた。もしかしてもうよしちゃったかなと思ったけど、買ってたんでよかったと思って。よかったと思って。どっちか倒れりゃ終わりだな。そうですよね、一人じゃ無理だもんね。
ありがとうございます。1580円。お酒、悪いじゃないですか。ありがとうございます。じゃあ、すいません、ごちそうさまでした。美味しかったです。どうも。どうも、また来ますね。よろしくお願いします。ごちそうさまでした。お酒タダでいただいて、もう、すいません。また来ましょう。